片思いでもいいからそばにいてほしい君。シネマストリート、島岡さん、はい、悲しい、嬉しい、恥ずかしい、 どんな気持ちですか今。いろいろあって3月も終わっていきますね、うん、まだ散らないよ。まだまだ。今すごくあのギターのチューニングが合ってて、いつもすぐ来るようになる。いい子だ。この間12月ライブやった時ね、あのチューニング一回もしなかったの、俺の人生で初めてです。あの狂わなかったの、聴いてて、あんまり。なぜかいい子だった、ギターが。このギターじゃないけど。湿度が合ってんじゃない。そうですね。そう、湿度が大きいんだよね、気温よりもね、うん、本当に。さあ、何の話をしましょう。何の話、これから考える。いつもそうですよ。一度の話、古いかな。私も今日そんな話。何もよし、先週の出来事ですかね。皆さんこんにちは。お元気でいらっしゃいますか。お口の恋人岡村陽一です。ご機嫌ですか。島岡村陽一です。週の初めなんですが、はい、いつも先週の出来事みたいなことを言うんですけど、はい、やっぱり先週の一番の出来事は何と言ってもイチローということになりますね。世界が報じましたからね、あの普通のスポーツ紙じゃなくて、うん、一番の一面トップ、そう、日本経済新聞も一面トップでしたよね。そうですね。すごいね。いやでもね、うん、日本のあの野球シーンに戻ってこないようなイメージがあったんですけど、そうですね、東京ドームでラストとはね、うん、本当に驚きました。ずっといろんな方もおっしゃってることですけどね、イチローの野球人生も素晴らしかったけど、あの1時間20分の記者会見も我々のようなこう喋る立場の人間からすると、ちょっと一つの作品だったなと言いたい。全部ご覧になる。もちろんネットで見れますから、見ましたけど、ちょっとあのね、くだらない質問する記者ってやっぱりいるわけですよね、うん、あと一番頭にこんなにいるのって、あれ計算じゃなくて自然に出てるって、あれやっぱり一流の人はね、一流の受け答えができるんだなっていうふうに、ここに僕らほら映画関係多いじゃないですか、ここに来たあの方でパッと、まあいつも言うけど亡くなった津川雅彦さんとか、うん、浅岡幸二さんとか、あるいは宇崎竜童さんとか見てみると、もう思い出しただけでも受け答え自体があのね、ラジオに出るのが専門の方ではないんだけど、そうだからやっぱりイチローって、うん、あのスポーツ選手のインタビューを変えた人、あ、そうかもしれないですね、感じがする、うん、いや、あの時にはやっぱり記者ちょっとかわいそうって言ったらあれだけども、ね、あ、やっぱりちゃんとした質問をしない記者は誰だなみたいなのは、うん、そうですね、はっきりさせたのはやっぱりイチローからじゃないですか。そうですね。例えばほら、あの今回のこの東京ドームの出演をイチローさんギフトって言ったけど、ギフトをいただいたのは私たちのような気がしますって、まあそのアナウンサー的なこと言わなくてもいいってちょっと自戒しましたね。ついつい我々が言ってしまいそうなことをまあ最初にかましておいて、その後一番僕がやっぱりすごいなと思ったのは、つまり、一番はっきり言うとだんだん衰えてきたわけですよね。一番衰えてるのは動体視力って言われてますけど、そのような話を当然スポーツ記者なら聞くべきだし、その辺に触れたじゃないですか。こう実際どのように自分は変わっていって、どのようなことでこういう決断されたのって言ったら、あの一番やっぱり彼としては、あの、何でも聞いてくださいの、何時までもやりますっていう手なんで、だいたい1時間20分だって相当長いですから、手でやってるんだけども、その質問には明らかに答えたくないんだけど、それで、それいるっていうふうにちょっと茶目っ気を出しといて、それ楽屋で言いますわって、多分知り合いの記者だったとは思うんですけどね、あの辺のね、頭の回転の速さ、何でも喋ればいいっていうもんじゃないですよね。何でも誠実に答えればいいってもんじゃない、あの、あれじゃない、裁判じゃないんですから。そこの交わし方とか、あと、余白を残しましたよね。何でも、今の、マスコミっていうのは、僕らもちょっと自戒しなきゃいけないんですけど、なんとかの秘訣は何でしょうか、一番のポイントはどうでしょうか、一番インパクトあったのはどうでしょうか、今日も聞きそうですけど、はい、あのゲストに。そうではなくて、どっかでそれ全部聞くことじゃなくて、どっかに、まあ、あの場合だと視聴者、あるいは流れの野球ファン、イチローファンに対して余白を残す、あの頭の良さっていうのはね、ちょっとね、いわゆるインタビュアーとして、インタビューに対してのインタビュー、あのインタビューされる人のイチローに対して、私はすごく敬意を持ちましたね。いや、あのもう本当に言葉どこからこの引き出しが、あれをねすごく計算してるとか、何のメモも見てないでしょ、考えてるとかではないんですね、あれが本当の超一流の記者会見だったなと私は申し上げたいです。でも
本当にスポーツのアスリート、うん、だってその人しか見たことない景色なわけですよ、うん、イチローが見た景色を見たことのある人は全人類の中でいないわけじゃないですか。芸は一流、人気は二流、ギャラは三流、恵まれないタレント岡村陽一と島岡みのぶがお送りいたします。岡村陽一とシネマストリート第2168回、今日はですね、新宿タイガ前半やります、はい、後半はちょっとホモソーシャルダンスというちょっと面白い舞踏ライナーを特集いたします、うん、ちょっと私久しぶりに歌います。お楽しみに。この曲からチャールズ・ミンガスソロダンサー、チャールズ・ミンガスソロダンサーをお送りしています。シネポケットのコーナー、倉俣ゆかちゃんです。はい、よろしくお願いします、はい、今日はですね、うん、美人が婚活してみたらという映画を、うん、美人の倉俣ゆかさんですね。あ、そうですね。婚活とかはなさってきた、はい、あ、私婚活ありますよ。終わった。婚活っていうか、マチコンですか。昔マチコン一時期流行ったじゃないですか。マチコンって街全体で。あ、そうですそうです、うん、街を挙げて。行ったことあるんですか。ありますあります。あらら、どんな感じどんな感じ。うん、場所によりますよ。ということは何度か行っているということですあの変な話なんですけど、はい、都会の方、いわゆる東京のちょっと有名な銀座とか、はいはいはい、あとはちょっと有名じゃない、だいぶ有名ですあとちょっとおしゃれなところあるじゃないですか、はいはいはい、に行くとやっぱりなかなかそれなりの方がいらっしゃる、方がいらっしゃったりすることもあるんですけど、まあでもどことは言えないけど、あの荒川区とか南千住とかそっち行くとちょっと厳しいってことですか、はい、ちょっとあの変な話ですけど、うん、こう一定の基準をここにそれ失礼じゃない。あ、武蔵小杉はどうなの。武蔵小杉、そうして町コンやってるんですかね。あ、うん、どうなの。武蔵小杉は今はハイパーな町になって、ハイパーというかね、あの憧れの町になりましたからね。それで、その、あの、厳しいところだと厳しいけども、あの、はい、洗練された銀座とかは楽しかったということです。楽しかったっていうか、あの、自分に合わないは別として、うん、やっぱりちょっとおしゃれな人っていうのが、まあ、ちょっとあの、お医者さんとか、はい、そういう感じの方が来るってことですか。来るかなっていう感じでした。で、はい、で、その結果は？あ、結果はやっぱ連絡先最初交換するんですよ。はいはいはい、で、1、2回ご飯行きましょうとか。行ったの？したの？本当に。行きました行きました。でもこれご飯って結構大事なポイントで、はい、あの映画の紹介面白いですねどんなにイケメンでも、はい、どんなにステータスが良くても、はい、食べ方がダメなんですよ。ああ、分かる。分かります。これはいいポイントだ。そうなんですよ、ね、だからお箸の持ち方とかね、痛い、大きいで す, です大きいんですよ。痛い、うん、食卓で結局向かい合って、うん、人生の大半を一緒に過ごす人を、それをさ、ピチャ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 と食い散らかすような人だと、そうなんですよ、うん、すっごいがっかりして。そうなんだ。ありました。だから、あ、この人、まあ、ちょっと変な話ですけど、うん、あ、ちょっとかっこよくて、うん、まあ、ちょっと年上で頼りになりそうだなって思って、照れるがる、照れるがる、そうなんですよ、うん、で楽しみにして、楽しみにして行ったのに、で結構やっぱちょっといいところに、そうでしょう、間違いない。しかも高収入ですね、間違いなく。わ、これはすごいと思って、ちょっとときめきを感じたら、うん、食べ方がちょっとなんかこう、えっていう。あの、ゆかちゃん教えましょう、はい、人間お金じゃない。そう、お金食べ方だ。食べ方です。と思います。あ、だから私どんなにその顔がうんぬんとかじゃなくて、うん、あ、食べ方が許せないんだっていう発見をしました、うん、自分の中で。それは偉い。偉いとか言って。うん、やっぱ私って今までその性格がいいとか、うん、やっぱ顔はいい方がいいなとかってちょっと上目だけで思ってたんですけど、うん、あ、違うんだ、ね、最後は食べ方なんだって思ったんです。食べ方。はい、食べ方。だ、食べるって生きる基本ですからね、うん、はい、どのような食べ方だっていいんでしょう。やっぱり、まあ、もちろんお箸の持ち方は、はい、うん、いいに越したことはないんですけど、はい、口を開けて食べる人が嫌いで、うん、あのくちゃ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 、あの、それよっぽど外れだったですね、会った人はね。そうですね、ただずっとじゃなくてもたまにこう、うん、開けたりする人とかいるじゃないですか、うんうんうん、あとはあの一応最初なので取り分けるときって、うん、やっぱりその取り分け用のスプーンなりお箸なりがあって、はい、で自分の地箸があるじゃないですか、はい、それを何の確認もせずに地箸でいきなりこう行かれると、初対面だしお互いにまだ初めましてなのに、いきなり地箸で行ったと思って、しかも一言もう地箸でいいよねとかっていう会話があれば、でも地箸でいいわけないじゃん初対面で。そうなんです。だってまだそういう段階にも行かないですよ。それはあかんわ、あんた。ですよね。で、っていうのがあったから、あ、もしかしてこの人ってそういうマナーがない人かもしれない、うん、そうすると、向かい合って大半の人生を過ごすのに罰ですね。そうなんです。しかもそれで、例えば相手のご両親とか、うん、うちの両親とかとご飯を食べる時に、全員、向こうの家族全員がプチャプチャ。どうしよう、耐えられないと思って。その可能性高いですよ。そうそう、なんか今の映画みたいだったね。
この感じが映画のよう。そうなんです。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。十分に面白かった映画の話。かなりそれに近いのはリアルなことがいろいろ出てきますよね。美人が婚活してみたら、はいはい、じゃ戻りますか、はい、どんな映画でしょう。まずですね、この、まあ、タイトルにもありますように、主人公はもう仕事も順調で容姿にも恵まれてる、まあ、容姿ね、容姿っていうとなんかのアダプトチルドの、姿ですね、はい、もう恵まれてる今32歳のウェブデザイナーのタカコという女性なんですね。いいじゃないですか。またそんなに焦ることではないよね。これは誰がやった、これはですね、黒川芽衣さん、あ、知ってます、私あの映画で2度ほど共演いたしました。あ、本当ですか、黒川芽衣さん、もう綺麗だったんですけど、で彼女はですね、もう20代の頃からなぜかこうお付き合いする男性がみんな結婚してるっていう、いわゆるこう既婚者という。私もね、お付き合いする女性いいなと思うとね、彼氏がいるか結婚してるかなんですよ。だいたいそう、だからいい人じゃないから相手がいるんですよ。そうですね、それで、でしかもみんなあの最初会った時は結婚してることを隠してて、それは良くないな。そうですよ、お付き合い始めてちょっと経ったら実は結婚してましたっていうことがバレるっていう、言ってなかったっけみたいな。それは一番ずるいね。ずるいですよね。いわゆるもう不倫の形になっちゃうじゃないですか、ね、今ちょっとプチ流行りだった、不倫不倫はダメよ。で、あの要は自分ってなんでか知らないけどそういうこう男性運がないなみたいなことを高子はこうずっと悩んでいて、でこう気づくと、まあ、30を過ぎていい出会いもなくてっていう、ゆかちゃんの話じゃないですね。まあまあ私の話にも近いかもしれない、それでそれ、まあ、でもう高子はもう30も過ぎたから、もうここで覚悟を決めてもう死ぬ気で婚活するぞっていう、はい、そういうのってあまりうまくいかないですよね。あのほら親友がね、もう既婚者、そうだね、あの主婦に、親友の恵子っていう子がいるんですけど、で彼女は役わけね、そう結婚して、はい、何かあると彼女がこう呼び出されて愚痴をこう聞いて、じゃあ婚活してみる、そういう相手って必要なんですよね。そうですね、薄田さみちゃん、はい、薄田さみちゃん、ああ綺麗じゃないですか、いいんですよ、またでもうじゃあ婚活する、私は結婚するって宣言して、あの早速ですね、婚活サイトに登録をする、で登録したはいいもののさてさてっていう、さどうなんやらっていう感じなんですけど、婚活サイトで探してる人ってやっぱり実際に多い、多いみたいですね。いろいろマッチングさせてくれるのね、マッチングしてくれるのね、マッチングアプリとかありますよね、あなたにはこういう人がいいです、はい、でもそれなんかね、機械が弾き出すからどうなのかなって私はだいぶ疑ってるんですけど、で実はこの映画って原作がありまして、原作があの漫画なんですけれども、なんとこの漫画がですね、あの作者がとあるあらこさんっていう方なんです。まあまあ、ペンネームですけど、作者さんがなんと友人のたかこさんの婚活奮闘記を綴ったエッセイで漫画にしたのが原作なので、実際この中で高子さんが実際に婚活をしたリアルな体験が漫画になったのが映画になってるので、うわそれ見たらちょっとね、本当にどうでしょう、どうするんだ高子さん、ね、どうするんだろう、ちょっと許可は取ったかなって話なんですけど、どうでした、はい、これなんかやっぱりあの世間一般で美人の方が得だとか、もう美人だけで勝ち組だよねとかって結構まあ言われるっていうか、言っちゃうじゃないですか、でも果たして本当にそうなのかっていうのをこう訴えてるというか、必ずしも美人だからって何か恵まれてるわけでもないんだよっていうのをこう一生懸命高子が訴えてくるというか、そういう感じの作品 でしかも世間が「いやあなたは美人なんだから絶対に彼氏いるでしょ」とか「美人なんだから得してるでしょ」っていうことで、逆にあのそのこうバリケードを張られてしまって、そこから先差別バリアね、なんでそうそう美人差別みたいな感じになってるのかなっていうのをちょっとこう。思うっていうか感じるっていうか、ゆかちゃんもそう実際に私は美人で差別されてるなと思ったことありますか。私は別にそう美人で差別とかじゃない、私そんなじゃないんですけど、でもなんか知らないんですけど、結構いや絶対に彼氏いるでしょ、その絶対って何なんですか、私がよく言う絶対に彼氏いるでしょとか絶対付き合ってる人いるでしょって言うんですよ、その絶対って何なんだろうなってずっと思うんですけど、何を根拠にその絶対をつけるんだろうっていう、絶対にいるでしょという、例えば男の人がいて、僕とゆかちゃんが知り、どっか出会った瞬間、でもゆかさん絶対彼氏いるでしょという言い方は気があるってことじゃない、
絶対にというふうに言っておいて、いやいやっていう答えはどっかで待ってるんじゃないかしら。本当ですか、うん、何目が輝いてるいや、でもなんかそうやって言われちゃうと、うんうん、いやいやなんかそんなことないですけどって言っても、うん、なんかそんなことないですけどに重みを感じないというか、うん、一応謙遜しては見たもののでもいるんでしょみたいな感じになりません？ありますね。あとだからすごい綺麗な人と僕ら会う機会あるわけで、司会とかなんかいろいろやってても、そうするとすごく綺麗ですねって言うと、ありがとうございますっていうのも、あれは何ありがとうと言うしかないんでしょうけど、そんなことないですって言ったら嫌じゃない、うん、ね、嫌じゃないですか。でもありがとうございますって言うのもなんかね、でも明らかに美しい人が、うん、いやそんなことないですよって言ったら、そしたらじゃあこっちはどうなるんだみたいになっちゃうから、でも言わない方がいいからね、すごく綺麗ですよ、今日綺麗ですねとかあんまり言うと僕も困っちゃうのかしら。でもだから外見を褒めるっていうのは、うん、もうその時だからもう今どうしよう、じゃあこんな毎週綺麗な人に囲まれてて、あごめん今口が喋ってしまいました、すいませんすいません、それで次あの居酒屋場面というか、もうあのこの親友トークがもうすごいんです。とにかく結婚したい独身と、すでに結婚してまあいろいろ義理のお母さんとも同居してるっていう、宇都宮さみと黒川芽衣のこの女子トークがリアリティある、すごいですよ、ね、監督は大久保明子ですよ、あの勝手に震えたのでもう賞取りました、松岡っていうぐらいな勢いですよね。だからもうなんか結婚に憧れを持ってる人と、結婚を経験して結婚なんて憧れだけじゃないんだぞっていう、こう女の戦いなんですよ、うん、だからなんか多分結婚してる人にも、これから結婚したいなってって思ってる人にも、なんとなく、あ、私はこっちに共感できる、私はこっちに共感できるっていう、うん、なんとなく共感できるポイントが見える作品かなって、うん、でもやっぱときめきたいなって、うん、思うような作品です、ね、そうそう、一応あの出会う男性たちの俳優さんをちょっと紹介して、うん、はい、あ、イケメンたち、はい、イケメンたち、まずですね、こうちょっと冴えないんですけれども、うん、でもすごいいい人っていうので、いい、あ、ちょっとこの人いいなって、うん、一番最初に高子がときめく男性が中村智也さん、うん、今あのこう人気上昇の、はい、で、あともう一人、あ、それこそ歯医者でイケメンで、うん、もう独身生活を謳歌してるな、かっこいいなっていうのが田中圭さんです。おお、なんかシングルバーっていうの、はい、なんか一人者だけが行くどこそれバーっていうのがどこどこにあるの、どこ、ちょっと詳しくあの検索してもらえたら分かるんですけど、それちょっと終わったらすぐ教えてでも本当にシングルの人が出会いを求めて、しかもその日はあれですよ、歯医者さん、あ、じゃあお医者さんか、お医者さんだけの日とか、それ早く言ってよ、そういうになってるみたいね、そんな仕組みあるんだって、すごい、でも行ってみたい気もするけどどうしようって思いました、はい、どうしようってなんだろうみたいな。10点満点でなんて7点満点、なんでなんで、いや、あのすごい軽い気持ちで見られるし、全然暗い映画じゃないので、うん、楽しいは楽しいんですけど、うん、個人的にちょっと物語の展開とか、まあ、結末に向かっての流れとか、おおって思うところがあったなって、はい、よし、映画美人が婚活してみたら、はい、公開はもう絶賛公開中です。はい、はい、倉本ゆかちゃんには第2部でもあのアシスタントよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。シネポケットのコーナーでした。アルバート・アイラー、ミュージック・イズ・ヒーリング・フォース・オブ・ザ・ユニバース。昔からいいよ、10年ぐらいいるんじゃない、うん、もちろんもっと言っていいと思います。喋ると両方やってるのか。そうです、基本スポーツアナもやるから、サッカーの中継全部、あ、それはすごい、はいはい、俺もできないもんね。あ、甲子園全部やってますよ、あの地方大会とかになると、だからもう本当彼は地方大会の高校野球だいぶやってるから、でここではあのサッカーの中継が彼、それ現地まで行くの、いやだからあの神奈川県大会に行くわけ、横浜の小野ヶ谷とか横浜とかじゃないですか、はいはい、で、あとトドロキの中継はほぼ彼、すごい、ああいうの僕らできないもんね。いや、スポーツ中継はやっぱり、もうスポーツ中継やるアナウンサーが本当偉いな、はい、だって全部頭入ってないんでできないよね、今まあパソコン見ながらやってるとしても、そうそうそう、それとあのそうそう、だからあのマラソンの時とか私がこっちにいて、じゃあここでちょっと短くやって、あの締めで曲いきますわ、それでタイガー、タイガーを呼ぶわけじゃない、はい、ここでじゃあ、うん、いい、3、4分喋って締めます、それが一番いい、この放送は川崎 FM79.1MHz です。毎週月曜日の午後1時から2時は岡村陽一のシネマストリート第1部、2時から3時は第2部をお届けしています。インターネットのサイマンラジオ、レッスンラジオを通じて世界中の皆様にお届けしています。突然ですが、女優の林家理香さんです。こんにちは。こんにちは。今日はなして、あ、
今日はですね、なしでここに来た、突然来たんですけど、なしですいません、本当突然で、はい、娘が藤川ミュージカルスタジオというところ、この近所ですね、はい、武蔵小杉、南部沿線道路沿いにありまして、そこに初めてレッスンがしたいということで、朝10時に訪れまして、はい、で今日ですね、今日10時、はい、そしたら帰りにそういえばこちらで岡村さんのラジオやってらっしゃるんだったと思ったら、たまたま月曜日でいらっしゃるということで、ぜひお会いしたいなと思って。 ありがとうございます。でこの方は女優さんなんですか？女優さんです。いろんな映画出てます、はい、それで娘さんはお名前なんていうの？吉田若菜。西川若菜さん。でさっきからずっといろいろ質問して年を聞いたりしてるんですけど、一切取材拒否で。吉田若菜さん、ここにいるということだけ皆さん分かって、ごめんなさい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 、それで、林絵里香さんは、まあ、いろんな作品出てますが、最近、小林信彦監督の、前に出たやつなんだっけ、その日の前に。その日の、これはいい方、その時監督来ていただいてね、峯岸徹さんの最後の映画になりましたね。とてもいい、ある、女性がだんだん今命がなくなっていくというね、話にして、それに重要な役で出てましたが、この番組を何度か話題にしてます。私その日は去年の8月です、大林信彦監督のね最新作「海辺の映画館」という映画に私が出演しまして、それで広島行って、広島からここに電話で出演したんですね、この番組休んだ8月に広島行きましたけど、なんと林絵里香さんも広島行って映画に出た、その映画にそうなんです、出させていただいて、うん、でこれはねちょっと内容は言えないんですけど、これ言ってもいいのは草薙剛さんが主演とは言うものの、監督が一緒朝の時もおっしゃってましたけど、大林信彦監督が全員主演だと思えと。で岡村ちゃんのシーンはそう長くないんだけども、あなたがバッチリ主役のシーンだからよろしくって言う、いやもちろんですっていうふうに言ったんですけど、まあね、はい、暑くてね去年の夏、皆さん思い出してください、猛暑で、しかも同じ現場にいや全然だから出てるのも今日初めて聞いた、それぐらいもうたくさん、大体最近のおばあさんにはたくさん人が出てくるんですけど、はい、もう時代もね、またタイムスリップして、ね、時代もいろんな時代が、だから幕末、坂本龍馬が、マイクさんじゃないのね、坂本龍馬が、なんと武田鉄矢さんがやってたりね、あそうですね、もういろんなこう、面白い、はい、もうオールスター映画と言ってもいい。そ, うです、ね、その中で、はい、エリカさんが何の役かぐらいは言ってもいいかな。ですね、芹沢鴨さんの。新選組ですね、幕末の。はい、の愛人のお姫という役を、やらせていただいたんですけれども、芹沢鴨さんが恵比寿義和さんで、ちょっと待って、大河ドラマの新選組ではそれ誰がやったか知ってますか？佐藤浩市ですよ。かっこいい役ですよ、新選組からまあ裏切ったみたいな、ありえない。それで、それ以上はちょっとお話しすると、わかりました、はいはい、どうでした久々の大林組は。いやもう本当感動して、どうしても出させていただきたかったので、出れただけでも本当に嬉しかったです。思いが通じて、幕末なんですね、幕末のシーン、私は、戦前の中国のシーンですね。中国は言ってませんよ、はい、中国という設定でこの道で撮りましたけどね。ね、岡村さんも衝撃的な、そうですね、衝撃的なシーンで出てまして、はい、まあでも、これもテレビでオンエアになったから言っていいと思うけど、伊藤あゆみと久しぶりに共演しまして、水の旅人で僕の教え子だった、成長しちゃって、あと浅野忠信さんと初めて会いましたね、なかなかすごい現場で、ありましたけどもね、はい、うん、はい、これがいつでしょう、まあ年内には公開、今編集中だと思いますけどね、はい、はい、そうですね、というわけでございました。林絵里香さんの登場シーンも楽しみな、はい、大林組の話をしました。はい、名前なんだっけ、彼女の。若菜ちゃん。若菜です。若菜ちゃん、はい、いつか大人になったらまたおいで。若菜ちゃんだからミュージカルに。ミュージカルにね。行きたいので、出れるかどうかは分かりませんけど。出るかどうかはまだ若菜。なんて。申し訳しました。はい、林絵里香さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。この曲の後は映画、新宿タイガーの特集です。マイルス・デイビス、ビッチェス・ブルー。ちょっとそっか、結構こういうなんかね、そういうバレエにしてもミュージカルとかにしても、そういうところやる前はすごい人見知りの子とかってね、だから劇団入れるんですよ、ね、するもんね、あと何ヶ月か来たら多分ペラペラしてる、そうか、そうか、そうだった、いやもういいです私敵対関係になってしまう面白い、もう子役とかって昔よくやったけど、
難しいね、ちっちゃい子だとね、嫌われたら終わりだしね、もう本当に。でも子役だけはなんかこうあれができないって言いますよね、コントロールが難しいって言いますよね。そうそう、動物とか、あの前にあの名古屋のあれで三重県で CM 撮ってて、それですごい暑い日だったんですよ。でみんな笑って家族をやってるシーンでね、で当時フィルムですよ、よーいはーいって言って、で何々ちゃん笑ってって言ったら、あのその子が暑くて笑えんって言ったの大爆笑だいいっす、素直で、ね、お待たせいたしました、3月22日つまりもうこの間、そうですね、一昨日から公開になってます、映画新宿タイガーの監督でいらっしゃいます佐藤義則さんに来ていただきました。こんにちは、どうも。はい、佐藤義則です、よろしくお願いします。派手な格好で、あの阪神タイガースのね応援団みたいな感じのハッピーを、はい、黄色に黒のハッピーを着ていらっしゃいますけども、この前は、劇映画で、はい、ハーマザーという、はい、これは死刑囚の話でね、そうですね、大変、重苦しいというかなというかね西山幸宏君のお父さんの役で非常にいいあの演技をしてましたけどもね、荒川泰二郎、はい、死刑囚の、ね、あの彼も本当になんていうかな、こうダイエットしてね、細くてなんかこう本物かみたいなね、うん、感じの鬼気迫る演技して、ハーマザーは今なんか DVD とかでご覧になれます？今そうですね、 DVD で出てまして、うん、そしてネットフリックスでも見れるんですかね。あ、そうですか、じゃあネットフリックス、あの最初のチャレンジだけだと無料ですからねいろいろネットフリックスでもまあいろいろメリット大きいみたいですね、うん、あのローマ、あー映画も、ね、もう傑作らしいですね、うん、なんかスクリーンでも今やってて、ね、見た人が10年に1本の傑作だって、うん、まだ僕見てないですけどね、ちょっとこんだけ毎週映画紹介してても見逃してる映画の多いこと、 いかに本数が多いか映画の、うん、そうですね、そんな中新宿タイガー聞くだけでえっっていうインパクトのある映画、はい、公開になりました、島岡さん、これどんな映画でしょうか？はい、新宿タイガーの存在というのは皆さんご存知でしょうか。とにかく新宿に行くと彼に会えるかもしれません、ピンクのもじゃもじゃした髪、そして顔には虎のタイガーのお面をつけた状態で自転車で走り回っているおじさんでございます。でこの新宿に何十年とこの姿で、街を闊歩しているこのおじさんの、まあ、ドキュメンタリーなんですけれども、1960年代ぐらいからでしょうかね、ずっと現在に至るまでもう新宿のことはこの人に聞けっていうぐらいな人になっているのかなと思います、うん、そしてこの彼を、取り巻く、ね、いろんな人たちがまあ証言をしているというドキュメンタリーになっています。ナレーションは寺島忍、はい、これ誰かなんか初め分かんなくて出てこない、ね、名前がね、ナレーションテレビじゃないですから、それで初めよきみこさんかなと、これファミリーヒストリーかなと思ったんですけどそうじゃなくてですね、いいですね、このナレーションがちょっと映画全体の骨格になっている、うん、そうですね、感じがしますけど、監督どうしてこの映画を撮ろうと思ったんでしょう？そうですね、この映画なんですけれども、まあ、そもそも実は僕はタイガースを知らなかったっていうところが始まりまして、うん、まあ、そもそもの始まりはあの前作のハーマザーを配給されしてくれた会社の方が、うん、まあ、ちょっとお話ししてて、その方が、まあ、そのタイガーさんのことを以前から新宿で見ててずっと気になってて、うん、この方はちょっとドキュメンタリー撮影させてくれたら面白いねみたいなことを話してまして、うん、そこから始まりましたね、はい、実は新聞配達してるんですよ ね、 そうですね、このあのいっぱいねお面つけて紛争してるじゃなくて、いっぱいなんか周りにぬいぐるみとかラマつけてる、うん、重くないと思うんだけど、ね、変な人ってやっぱりちょっと思ってちょっと危ない人みたいに普通思いますよ、ね、そうですね、うん、暗い中ね、うん、あの早朝ですよ、もう雨の日もね、新聞配達をしています、うん、何十年とね、でそれだけだとちょっと映画ならないんですけど、うん、なんとこの方がすごく映画ファンであらゆる映画見てる、映画館に出没しているという、うん、そうなんです、映画大好きで、もう、もう年に多分200本ぐらいは多分見てるんじゃないかと思うんですけど、うん、そしてこの格好でそのまま映画館に行って、はい、もう顔パスって感じですかね。いやいや、お金払ってる、いや、お金払ってますけど、うん、あのなんていうか、あ、またこの人が来たなっていうインパクトは、うん、そうですね、岡村さんが例えばほら、うん、行っても、うん、たまには分かるかなって、バレるかなって、岡村陽一だなってバレるかもしれない。いやー、そうですでしょう、うん、はい、もう新宿タイガーさんはもう行ったらもう絶対新宿タイガーさんが来たっていうことが誰の目にも明らかですから、ね、そうですね、なんでもう劇場の方とも結構仲がいいですよね、うん、なんか、うん、ね、というドキュメンタリーで、あの最初はなかなかこの
お面を取らなくて、ずっと、あ、これ最後まで取らないなら、あの、これはデストロイヤーがなくなりましたよね。だからデストロイヤーはもうみんなすぐ知ってる人は知ってるんだけど、税関を通る時も、あ、そうなんですか。そうです。それでもう、ミスターデストロイヤーってもう OK ですよ。そういう感じだったんですけど、この新宿タイガーさんは、あの、なんか新聞店の、新聞販売店の海外のなんかね、ちょっと旅行行った時も、それで1回は止められたけど、帰りは大丈夫なんだっていうのを、OKOK って、面白がってくれたってね、あの、アメリカの外国の方は。それで、あ、これは最後までお面取らなくて映画進んでいくんだなと思ったら、始まって17分。え、普通にもう素顔やんって言って、そしたら普通のおっさんやんっていう。なんかもっと演出があって、あるかな、撮るのかなと思った。これが一番面白いところで、普通ね、いや、なんか、ダメ、あの、佐藤監督がインタビューしてね、なぜ撮らないんですかとか言って、なんかちょっと言い合いになってて、撮って泣き出すとか、なんかこう、インパクトのあるシーンがあるのかなと思ったら、普通にスッと撮っちゃったっていう、ね。普通になんか食べたり飲んだりするんだから、って外さなきゃみたいな。それはそうですよ。だって撮らないと飲めねえもんって、結構お酒好きでね。なんでその、いつこのマスクを撮るかっていうのは、まあ、映画撮る、ね、前に、うん、まあ、いろんな方と話しても、そのタイミングは重要だよねみたいなことを話してたんですけど、けど、まあ、実際タイガーさんにこう取材してみると、そんなにこう素顔に自信はそんなに、なんていうんですか、隠すっていうことにそのこだわりがないっていうか、じゃあなんか俺事情があるのかなと思ってたんですよ、うん、なんかあんまり素顔出したくない、うん、あのいろんな人に知られたくない、うん、でもそうじゃなくて、うん、本当に映画にも主演してるわけですから、うん、じゃあなんでか、まあ、あれはそのパフォーマンスとして外を歩くときは虎のマスクをつけてるっていうことなんですけど、うんうん、これ要するに佐藤監督が初めて新宿タイガーさんに初めましてってお会いになったとき、はい、ほぼもちろんこの入れたっていう、そうです、アルタ前で待ち合わせをしました。アルタ前で待ち合わせをして、はい、撮るまでには時間はかかったんですか、そこからそのインタビューを始めて。その後そうですね、そこでアルタ前でやって近くの喫茶店に行ったんですけど、はい、まあ、その後は、まあ、タイガーさんがこう歩いてて僕が後ついてたんですけど、はい、まあ、その時なんかこう異様な感じで怖いなと思ってて、うん、あ、怖かった、うん、怖かった、だって虎の顔だからね、虎の顔で、うん、はい、後ろついてて怖かった、怖くて、で最初こんにちはって言ってもこれぐらいの、ね、親指出してイエイっていう感じだけだで何にも喋らないんで、はい、で喫茶店ついてちょっと怖いなと思って喫茶店入ったら、まあ、普通にもうパッと仮面を取って水も飲みたいみたいな、はい、水も飲んでもうベラベラベラってすごい高い調子で喋り出して、はい、これ私と下岡さんよくいろんな人に対してますけど、はい、そういう始まって怖いなってね、意外と後で聞いてみると向こうは緊張してたって言われるんですね、うん、緊張しててなかなかニコニコできませんからね、うん、その時はどんな感情になったんですか、監督としてはその一気に素顔を見て、一気に素顔を見て、そしてまあ人間の方だなと思いまして人間の方でした、まあ、人間の顔をされてるなと思いまして、でまあそのバーって喋って、それを3時間ずっとタイガーさんが喋りっぱなしで、で僕もいろいろ聞きたいことがあるんですけど、こうなかなか遮ることができずに、最初はあ、インタビューをするというよりももう向こうがとにかく喋、うん、る、喋ったそうな人ってそうおしゃべりですよ、ね、寂しがり屋なんですよ、うん、きっと。でもね、岡村さん、うん、1972年ですよ、この始めたのが、そう、新宿タイガーを始めた、それだけ今までですよ、ずっとずっとですよ、47年間ですよ、うん、今日まで、これだけの時間、そうすると、まあ、もうだから新宿行けばタイガーさんに会えるかもっていう話があったけど、うん、まあでも新宿も広いしねって、じゃあ会えますから普通に、そう会えますからね、映画館行けば会える、はい、うん、そあの映画の中で、あのなんか虎そばって書いてある、あのお蕎麦屋さん、立ち食い蕎麦屋さんかな、なんかあれ虎そばっていう看板が何とか出てきて、ああああ、その下をタイガーさんが通っていくんですよ、虎そば、お店の名前だと思うんですけど、はいはい、監督それ気づいてないですか、気づいてないですね、ええそうですか多分僕もチェックしてみます、虎そばっていう、わざとそこ走らせてるのかあの監督ちょっと簡単に説明していいですか職業名です我々なんか A と B を結びつけようとね、はい、なんかひらがな虎そばなんていう店があるんだと思って、そこをタイガーさんが行くわけですよ、はい、これもなんか笑いをここで取るのかみたいに思っちゃったんですけど、関係なかったですよ、何とか虎そばの看板が出てきて、ああじゃあそれはそれで、あ、もう新宿の街に溶け込んでるんですよ、溶け込んで、笑いが起きてくれたらそれは嬉しい、無意識の中での見てもんです、はい、いや、きっとタイガーさんがその場面選んで呼び寄せたんですよ、タイガーさんがそこを通ってたかもしれません、タイガーさんが好んで誘導されたかもしれない、そうだったんだ、そうです、びっくり、それがちょっとびっくり
そうでもね本当にあのしっかり配達はね新聞配達はきっちりなさる方。そう新聞配達もきっちりされても夜もまあ結構深い時間まで飲むこともあるんですけど、ね、もう朝だってさ2時とかじゃないですか、うん、準備してね。いつ寝てるんだろうっていう、うん、ゴールデン街でね。ゴールデン街もかいろんなところにあの愛している、うん、主に女優さんが好きでね。そうですね。で私あの里見陽子が出てる、はい、里見陽子は前にここでアシスタントやってもらったことがあるんです、ね、よく知ってるすごい綺麗なね今も可愛い子なんですけど、ね、あの臨時アシスタントみたいなことやってもらったことがあったんですけどね、はい。あのとにかくと言ったらいいのかな、あの綺麗な人が好きで、うん、で映画の中でも結構喋ってるんだけど、これ言わない方がいいのかな、言った方がいいのかな、実は謎の人なんですよね。やっぱり本当のことはあんまりわからないし、うん、自分のことは実は語らないっていうね、うん、映画がちょっと二重構造みたいな感じになってます。この曲の後も新宿大河の話を続けます。ジョン・コルトレーン史上の愛、ジョン・コルトレーン史上の愛をお送りしています。現在公開中の映画新宿タイガーの特集をお送りしております。ゲストは佐藤義成監督でございまして、横浜メリーという映画に比べられることあるかと思うんですけどね、はい、あれに似てます ね、 あのすね、かつて横浜の伊勢崎町にずっと行ったり来たりしてたメリーさんというあの年取った、まあ、娼婦の方がいて真っ白な顔を塗ってて、これ傑作ドキュメンタリーでしたね。それで最後彼女のね面倒を見る、まあ、ちょっとシャンソン歌手 の、 あの、まあ、バイセクシャルな方がいて、で最後はもう横浜メリーであることをやめて、老人ホームに入って素顔のところが映るんだけど、もうその映画が公開になった時には二人とももう亡くなっていたというのがあって、メリーさんと会わせたかったね。そうですね、メリーさんと会っていただいて、メリーさん嫌がるかもしれないけど、うん、僕も横浜メリーを本当何回も見まして、うん、でそこからかなり離れないといけないなっていうのは考えてて、で、まあ、マスクをまあ早めに取るっていうのも、まあ、一つの方法演出として、最後にメリーさんみたいにこう素顔を見せてカタルシスを感じてもらうっていう本もあったんですけど、それをちょっと裏切りたかったっていう。そうですね、僕あのこの潔さが好きです、ね、割とチャッてやってしまうね、うん、あの来月ゲストに予定しているえ手塚誠監督の映画の星屑兄弟の新たなる星屑兄弟の伝説っていう映画の中でね、内田裕也が出てくるの。 そうだった。それであの主人公がロックの魂って何ですかって聞くの、でどういうシーンになるかと思うじゃない、これだよって言ってポンってなんか塊を投げるんですよプラスチックなんかで作って、おかしくってね、それ思い出しましたね。え、素顔もう見せるの佐藤監督、ちょっと、もうちょっと引っ張った方がおいしくないっていうふうに。そうなんですね。これ潔くていいですね。はい、うん。そうなんです。なんで、まあ、横浜メリーで、そうなんですよね。僕、中村監督とも映画祭とかであったりして、まあ、飲んだりして。あ、ここにも何度か来ていただいてます。うん。ですけど、まあ、中村監督の演出論とかも聞いてて、うん。中村監督はすごい待つ人というか、ああそうずっと種をまいて待つ方っていうのを聞いてたりして、うんうん、でこうそういろいろ考えてて、僕はどういうアプローチをすればいいのかなっていうのを考えて、うんうん、僕の方はこう結局取った方法っていうのは、まあ、タイガーさんにいろいろなんかいろんな本質的なことを聞きたかったのが一つの理由としてあるんですけど、うん、まあ、タイガーさんはそこら辺はなかなか語らないというか、そうですね、ふらかすというか、まあ語らないので、まあでも僕としてはまあ知りたいなっていう気持ちもありつつ、まあこういろんなこうタイガーさんの日常の素の場面をなんか追ってって、その中の会話をずっと記録し続けていけば、その会話の中からこうなんかにじみ出てくるものがあるんではないかっていうので、うん、もうひたすらカメラを回すっていう方法で、でまあ、途中からタイガーさんからも電話かかってきて、今から飲み行ける来るみたいになってきたんで友達かで回してみたいな感じの、うんうん、でカメラ持ってって、それひたすらタイガーさんが飲んでるとかを回すみたいな、あのこれはニュース番組の報道のね、なんかこうアクア僕とかっていう番組ではないので、ちょっと違うかもしれませんけど、こういうことを考えませんでした。取材対象ではあるわけですね、はい、映画ですけど、あまり親しくならない方がいいんじゃないかっていうのを考えませんでした。そうですね、それもありましたね、そのやっぱり客観的に見るっていうことで、
まあドキュメント、そうなんですよね。いろんな、まあ、好きと嫌いが半々ぐらいがちょうどいいのかなって思ったり、そう、あんまり親しくならない方がいいのかなっていう、そのこ、のがあるんですけれども、で、まあ、ドキュメンタリーの制作者っていろいろこう考えるじゃないですか、その対象に対して、やっぱり自分の意図っていうか思いがあるので、それに対してこうその思いに近づけていくっていう。ただその青写真を作って、人生のようにその通り行きませんよね。行きないですね。それどうするか、あ、今日雨かよっていうのがある、はい、逆に雨だからいいシーンもこの映画の中に出てくるんですけど、なんでそうですね。で僕はまあ結果的にはそのタイガーさんを好きになったんですね、自分の中で、でまあ応援したいなっていう気持ちになって、まあドキュメンタリー、そうですね、そうもっと客観的に見て描く方法もあると思うんですけど、僕はもうそうなってしまったんで、そういう僕のタイガーさんへの応援みたいな感じ、僕からの応援みたいな感じで映画がこうをこうなんていうんですか、作り上げていって作り上げようと思ったんですね。あのゴルデカイかな、そこ の、 あのバーのママがだったか、親子連れのね人がいて、あっち見ちゃダメとタイガーさんが言ってて、見ちゃダメ、見ましたダメって言ったのすごく私は腹が立って、タイガーさんってわざと大きい声で呼んで、ああいうね、あのちょっと非常に本質的な話が出てくるんですね、ちょっと普通じゃない人、であのあいつ出禁にしろって、例えばあのまた違う店で、あのマスターが、マスターで、出入り禁止にしろっていう、飲んでしなきゃいけない、いいじゃない別に言ったっていう、なんかその新宿の懐の深さみたいなものも出てくるし、新宿のというよりか、あの映画の中でもはっきり出てきますけど、世の中がなんとなくこう、他者の排除、特に今 の、 あのアメリカの大統領がどうこう、もう日本もそういう傾向がなくはないですね。からこうそうやってちょっと変わった人、なんか僕なんかもあの初めからあの通知表に、小学校 の、 あの授業中と書く喋りがち、少し変わっている子だとかっていうのを書かれたりして、まあ、もう一人今日はあの第2部にあのカズネちゃんという人、この人もあの決してあのよ僕普通にいる方ではないんで、それをお楽しみにしていただきたいんですけど、あのちょっと変わったものとかというのを排除してしまう、この今の日本の、ね、風潮に対する強烈なねノーっていう感じが、この黄色からそういうのを感じるんですけど。そうですね、まさにその通りで、黄色、イメージからね、黄色からそうですね、もう排除、そうですね、このカラフルに彩ってて、そうですね、タイガーさん的にもアピールしてるんでしょうね、その、なんていうんですか、あの紛争はね、ラブ&ピースとおっしゃってるんだけど、同時にこういう、どうだ俺は変わってるだろうって、タイガーさん何も知らないんだけど、でこれこういう人もいていいんじゃないって、少なくともタイガーさんが新宿にいるようになった45年ぐらい前はそんなことなかったよっていうふうにアピールしてらっしゃるような気するし、いろんな人がいていいと思うんですよね。あの海外の人なんか今多いでしょ、東京、そうするともうビューティフルとかって言って、あと若い人はどんどん一緒に写真撮ったらいいことがあるみたいになるんですけどもね、あのちょっといろんなものを受け入れる新宿&日本でいてほしいなと思いますけどね。島のセンター街の戸場山文兵衛さん、あのですね、椿組ずいぶん毎年あのお店やってらっしゃる俳優で演出家の方です、あの花園神社 の、 あのテントとかずっと取材してたので、あ、戸場山文兵衛さんのあそこねみたいな感じ で、うん、でまたあのタイガーさんが語らない新宿の歴史みたいなのを丸ごと全部戸場山さんが語ってくれてるみたいな感じがあって、60年代70年代ぐらいからのずっと、あ、やっぱり新宿ってすごい中心地だったんだな、僕の発信地でしょ、ね、あのもう寺山修司もそうだし、すごいエネルギーだったんだなっていうのをね、改めて感じながら、まあ、だからタイガーさんやっぱり武蔵小杉にいたらちょっと浮くでしょ、ね、私じゃないですよ、なんで俺が見るんですか、武蔵小杉じゃちょっと浮くか、川崎でも浮くかなって、それちょっと今思ったんですけど、いや今日ね、あの島岡さんが、あの佐藤監督が入ってきた時に一瞬、え、タイガーさんって言ったんですよ、だからタイガーさんが今日来たらどうしようっていう嬉しいような嬉しいような感じだったんです、ただ今ちょっとごめん急に思ったんですけど、はい、この放送タイガーさん聞いてる恐れはありませんかね、タイガーさん、まあでも今ちょうど休憩時間、休憩時間、新聞配達さん、はい、休憩中、タイガーさん、はい、この後床に好きです、ね、床に行く時間ですね、前のちょっと休憩時間だと思うんで、はい、多分
サブウェイでサンドイッチとか食べてるんじゃないですか、今。結構、洋服のもん好きですよね。洋服のもん好き。なんで、まあ、新宿もそういういろんな土壌があったから、やっぱタイガーさんも生まれ、のような方も生まれたし、まあ、そういう方々も、そういうふうに、なんて言うんですかね、生きやすい感じの街っていうのは、未だにあるんだなっていうのは思いましたね。うん、最近ずいぶん新宿行ってないなって思いながら、うん、新宿行きたくなった、なんとなくね、新宿はやっぱりなんか、うん、そうですね、いろいろ今も開発とかも進んでますけど、うん、まだ未だにこう魅力的な面っていうか、うん、なんかちょっとわい雑ななんかね、あえてあの綺麗に再開発で作りましょうって言っても無理ですもんね、あの空気感って、ね、いやもう変わってほしくないですね、絶対無理だから、あのルミネっていうビルが違う名前だったっていうところからずっと写真が出てきてね、こうだったのかってね、いろんなものが見えます、皆さん、テアトル新宿、まさにこれ新宿で見る映画、レートショーで、はい、現在公開中でございます、そして、タイガーさん、テアトル新宿もしいなかったという場合、あなた新宿にはいくつもの映画がございますので、ね、シネマ借りてとかね、そうですね、ぜひいらっしゃってください。タイガーさんはいつも一番前の席の真ん中にいらっしゃいます、はい、佐藤義成さん、はい、最後に一言お願いします。そうですね、もうタイガーさんは、今回も公開してるんですけど、タイガーさんもできるだけ劇場に行きたいっていうのをおっしゃってて、うん、でこの金曜日に公開したんですけど、その3日間はタイガーさん劇場に来てて、そこで感想がすごい、劇場が優しい空気に包まれたっていうのは一つ言ってて、それこそまさに劇場で体感できることだなと思ってて、タイガーさんが劇場にいて、タイガーさんと一緒に見て、もちろんこの姿でいらっしゃるわけですよね。すごいな。仮面の下に隠された素顔は毎日恋をしている、おしゃべりなおじさん、でもそのおじさんの思いはとてつもなく大きい、時代が変わっても人を愛し地球を愛する新宿タイガー、新宿にこの人ありと言われる理由が分かった気がします、田原総一郎。ぜひ皆さん新宿タイガーをご覧ください、はい、佐藤義成監督でした、ありがとうございました。ありがとうございます。この曲の歌を歌います。マイルス・デイビス、ライオン。